カピラボ。皆さんどうもこんにちは。2代目ミニ PC ソムリエのカピさんです。今回は当チャンネルでは初めてのメーカーさん、2way さんからうちのミニ PC を使ってみて、とご連絡いただきました。ということで今回レビューする製品はこちら、2way RZBOX。こちらのミニ PC をレビューしていきたいと思います。このミニ PC なんですが、以前ライゼンの4000番台を搭載したモデルが販売されてたんですが、それのアップグレード版といった感じの商品ですね。Gen 3になって性能もアップしているだろうから楽しみです。ではまず今回の動画の流れはこんな感じ。まずはホームページ上で製品のスペックを確認。次に実際の商品を開封し付属品や外観を見ていきます。そして実際に起動してみて性能の確認。ライゼンのノート用 CPU を搭載しているのでゲームでグラフィック性能も見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ではまずはホームページで概要を確認してみます。初めて使うメーカーなので少し会社の情報を見てみます。まず、主力商品はノートパソコンやミニ PC、タブレットなどを取り扱いしている会社のようです。2way ブランドの設立は2004年。2004年というとペンティアム4が発売された頃ですね。結構長い。本社所在地は中国の深圳市。80以上の国と地域に輸出しており、海外ユーザーは8000万人を超えているらしい。年間売上もかなりの額で大企業でした。日本での販売も調べてみたところ、Amazon でもたくさんの商品が売られていました。Amazon での評価は星も多く、おおむね高評価が多い印象。もちろん悪い評価もそこそこ見られますので、ここら辺は各自ご覧いただき判断いただければなと思います。それでは商品の情報の方を見ていきましょう。こちらはすでに発売済みのミニ PC ですね。CPU は AMD のノート用 CPU、Ryzen 7500H を搭載しています。コアとスレッド数は8コア16スレッド。この時点で性能は高いのがわかりますね。価格は Amazon でクーポン値引きが入って81,800円。しかもポイントもある程度つきそうだから実質7万円台なのかな?コスパは高そうな印象です。メモリは DDR4 の 16GB、ストレージは 512GB。また、映像出力は最大3画面の出力が可能とのことです。OS は Windows 10 Home を採用。その他にも Linux などもサポートしているようです。無線は Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.2 も備えているのでミニ PC としての使い勝手はかなり良さそうですね。それでは簡単な仕様紹介はこのくらいで実際の製品を開封してみましょう。今回の商品の箱の見た目はこんな感じ。厚みは薄いですが箱は結構大きめかなといった印象。本体もでかいのかな?箱を開けてみるとこんな感じ。まずは黒い小箱が入っていました。中身は保証書や説明書、ロゴのシールなどですね。説明書は日本語表記もしっかりとありました。この下には本体と付属品の箱が入っています。本体は後回しにしてまずは付属品から確認していきましょう。付属品一覧は、と広げようと思ったけど中身は AC アダプターのみですね。容量は 19V 4.74A の 90W 出力となります。アダプターはコンパクトですね。プラグは海外規格のものが入っていましたが本来は日本仕様のものが入っているらしいです。付属品は以上なので別途映像出力ケーブルは用意する必要があります。HDMI ケーブルを1本くらいはつけてほしいところですね。それでは本体を見ていきましょう。本体の見た目はこんな感じ。全体的に黒というかガンメタ?そんな感じの色味です。これ上部と下部は金属製、サイドなどはプラスチック製ですね。かなりずっしりとしていて見た目は高級感があります。これはいいなぁ。金属が多いので放熱性能は良さそうに見えますね。ではまずは外観をぐるっと見てみましょう。武骨なデザインで見た目はかなりいいですね。横置きよりも縦置きが似合いそう。エアフローは上部から吸気をし、背面から排気をする感じのようですね。隙間から見えるファンが結構小さめなのは気になるところ。それでは入出力端子も見ていきましょう。まずは正面。左から USB2.0、USB Type-C2.0、3.5mm マイク用ジャック、3.5mm ヘッドホン用ジャック、電源ボタンとなります。USB Type-C が転送速度の低い 2.0 なのと映像出力に対応していないのが残念。ここはこだわって欲しかったかな。そして背面、左から電源入力、DP が1つ、HDMI 2.0 が1つ、
VGA が1つ、USB3.0 と USB2.0 が各2つ、1GB イーサの RJ45 有線 LAN ポートが2つとなります。ミニ PC としては十分なポート類。足りなければハブを用意しましょう。ちなみに本体サイズは大雑把に横が 188mm、縦が 177mm、高さはゴム足を含んで約 62mm 程度となります。重さはこんな感じ。本体重量は 1265g、アダプター重量は 414g でした。合計すると 1679g ですね。ミニ PC にしては若干重めかなと思います。あとは技適や PSE ですが、しっかりと取得されているので日本でも安心して使えます。では外観確認はこのくらいで実際セットアップして使用してみましょう。では使用するためにセットアップしていきましょう。まず、AC アダプターを本体に接続します。キーボードとマウスはワイヤレスを使用します。次に、映像出力のために HDMI ケーブルを本体に接続。これだけで準備は完了です。それでは準備が完了したので電源を入れてみましょう。スイッチオン。電源ボタンについているランプが点灯しました。それでは画面を確認してみましょう。起動ロゴはメーカー名となっていました。さて、ここからは OS の初期セットアップなんですが、セットアップは通常と変わらないので、カット。OS が立ち上がるとこんな感じ。無駄なソフトウェアも入っていませんでした。ではまずは起動速度を見てみましょうか。早速スイッチを入れて、起動までの時間を見てみましょう。起動時間は25秒でした。SSD 搭載だから爆速ですね。この起動速度ならストレスに感じることはないと思います。では次はタスクマネージャを確認してみましょう。まず CPU はこんな感じ。8コア16スレッドでしっかりと認識していますね。ミニ PC としては十分すぎるコアとスレッド数ですね。そしてメモリは 16GB。これ?シングルチャンネルか。内蔵グラフィックを重視する CPU なのでデュアルじゃないのはダメ要素です。これだと内蔵グラフィック性能は活かしきれない。デュアルに換装することをおすすめしますね。そしてストレージは 512GB のバイウィン製ですね。正直聞いたことないメーカーです。どうも新鮮で SSD やメモリなどを作っているメーカーさんらしい。最後に内蔵グラフィックはベガ8となっていました。ではここからは実際の挙動とベンチマークをテストしてみましょう。では、問題なく使えるのはわかっていますが、まずは少しブラウジングをしてみましょう。Chrome で価格 .com のニュースサイトのタブをたくさん開いてみました。これは言うまでもなくサクサクですね。複数のタブを開きまくっても問題ないです。CPU の処理能力も高いし、メモリも 16GB なので余裕ですね。次に YouTube での動画鑑賞。これも問題はなくサクサク快適です。全画面とかの切り替えもラグはなく問題はありません。4K での動画視聴やシークなども回線速度が遅くなければ問題ないですね。そしてテレワークなどの配信に使えるかも試してみました。内蔵グラフィックのみではゲーム配信等は厳しいですが、ウェブカメラを使ってカメラ映像を映しながら雑談をするなどは問題なくできます。もちろんワードやエクセル、パワーポイントなどの事務用途にも問題なく、フォトショップも切り抜きなどの軽い作業を試した感じは不自由は感じません。サムネを作ったりは問題ないですね。動画編集に関してもフル HD で軽い編集くらいは可能ですね。動画を重ねまくったりエフェクトをたくさん入れるとシークが重くなりますが、カット編集程度では問題ないと思います。やはりライゼンの内蔵グラフィックは強い。一般使用用途では十分な性能ですね。ではここからはベンチマークをやっていきましょう。ベンチマークはおなじみのシネベンチ R23。ついでに消費電力や動作音も見ていきましょう。まずはアイドル時の温度が約50度。そこそこ高いですね。そしてベンチマーク中の最高温度は 98.4 度でした。ギリサーマルスロットリングは起きませんでしたが、放熱能力はそんなに高くなかったですね。正直本体の大きさの割にはエアフローが悪いのかなといった印象。ファンとヒートシンクがもう少し大きければと感じました。性能は低下しますが、ライゼンマスターなどで電力制限をかけて温度管理するのもありかもしれませんね。
ではベンチ結果も見てみましょう。シングルは1427、マルチは10414となりました。CPU 性能はデスクトップにも匹敵しますね。冷却性能がもっと高ければマルチは12700程度くらい出るみたいです。ちなみにベンチマーク測定中の動作音はこんな感じ。大体約〇〇デシベルといったところでしょうか。アイドル時はほぼ無音ですが、高負荷時はそれなりに音がします。次は消費電力を見てみましょう。アイドル時の消費電力は約 10W 程度。CPU 負荷が 100% の時の消費電力は約 70W 程度でした。かなり省電力ですね。24時間動かす PC などには向いていそうです。それではストレージ速度も見てみましょう。ストレージの測定にはクリスタルディスクマークを使用。計測結果はこんな感じ。速度もこれだけ出ていれば体感上は十分でしょう。ストレージ温度は最高71度。おそらくヒートシンクはついていない感じですね。それでは最後に内蔵グラフィック性能を確認するためにゲーム系をやってみましょう。まずは FF14 ベンチマークをやってみましょう。設定はフル HD の標準品質。果たして結果は？スコアは2842の設定変更を推奨となりました。やはりメモリがシングルではダメですね。これではゲームはできませんし、本来の内蔵グラフィックの性能を発揮できないので、増設がてら分解をしていきましょう。今回のミニ PC は底面部分を開封するとメモリやストレージにアクセス可能らしいです。8箇所あるネジを外すと簡単に蓋が開くようになります。ここまでの分解では保証は切れませんが、このシールを剥がして分解を進めると保証が切れるようです。ご注意のほど。蓋を開けてみるとこんな感じ。メモリスロットと M.2 スロットが各2スロットずつありますね。やはりメモリは 16GB が1枚でメーカーはバイウィンでした。ここは2枚で売るべきでしたね。今回はキングストンのメモリを2枚に変更します。感想はこれで OK ですね。動作クロックは 3200MHz のものになります。その他拡張性は M.2 スロットに1つ空きがあるくらいですね。ここが空いているってことは、強引にグラボはつけられそうな気はしますね。では蓋を戻してベンチマークに戻りましょう。メモリをデュアルにした状態で FF14 ベンチマークを回してみました。この場合のスコアはこんな感じ。一気に2倍くらいになりましたね。スコアは5378の普通評価となりました。やはりデュアルじゃなきゃですね。ちなみに平均 FPS は37、最低 FPS は19でした。このくらいの数値が出れば軽いゲームなら問題はなさそうですね。次に FF15 ベンチマークをやってみましょう。設定はフル HD の軽量品質。こちらのスコアは2421の重い評価となりました。平均フレームレートは24。グラボ非搭載なのでさすがに重量級タイトルは厳しいですね。しかし、ゲーミング PC ではないのでこれだけ動くだけでも素晴らしいです。軽めのタイトルであればプレイは可能そうなので、ここからは軽めなゲームを実際にプレイしてみましょう。まずはフォートナイト。こちらは競技設定でプレイしてみました。軽くプレイしてみましたが、アベレージは100以上となっていました。全3の内蔵グラフィックはやはりかなり強い。数値の落ち込む場面はありましたが、プレイは可能と言っていいと思います。次にエイペックス。こちらも競技設定でプレイ。軽く数戦してみましたが、だいたいアベレージが50代前半ですね。一応プレイは可能といった感じでしょうか。144fps とかでプレイに慣れてる方はストレスでしょうが、普段から 60fps のモニターでプレイされてる方には問題はない感じでした。個人的には意外とスムーズに感じましたね。悪くないと思います。次は原神。こちらは中設定でプレイしました。こちらのゲームは上限が 60fps までとなるんですが、平均はだいたい40程度。軽くプレイした感じではラグなどは感じません。上限までは届きませんが快適にプレイできていました。中設定くらいまでなら問題ないですね。次はモンスターハンターワールド。設定は最低設定でプレイしました。こちらは以前も 5900HX でテストしたんですが、今回もプレイは可能でした。平均 FPS は40代半ばといった感じ。画質は荒いですが動作に問題はないですね。こういったゲームは綺麗な映像でプレイしたい派なのですが、動くだけすごいと感じます。こうなると気になるのはあれ、エルデンリングですね。これはさすがに無理だと思いますが、念のため最低設定でプレイを試みてみました。その結果、マジか。映像はかなり荒いですが動いてますよ。
画質を落としたとしても動くとは思っていませんでした。平均 FPS は約30ですが内蔵グラフィックで動くもんなんですね。これはちょっとびっくり。しかしグラボレスでこの性能。やはり素晴らしいですね。だからこそメモリがシングルだったのが悔やまれます。ではゲームはこのくらいで終了。まとめに入りましょう。今回は 2way の RZBOX を使用してみましたが、内蔵グラフィックも強く CPU 性能もいいミニ PC でした。動画鑑賞や軽い作業などの普段使いには必要十分。ゲーミング PC ではないですが軽いゲームも可能なパワフルなものでした。価格も割引があるとお安めにはなるしなかなかいいと思います。デザイン面ではすごくかっこいいですよね。かっこいいは正義。立てておいておくと小スペースで場所も取らないですしいいと思います。気になった点としては Type-C に映像出力機能もないし転送速度が低いこと。メモリがシングルチャンネルだったこと。ここだけは今後改善してほしい。あとは排熱の問題くらいですかね。といった感じでしょうか。気になった点もありましたがかなりの高性能ミニ PC であることは間違いなかったです。今回紹介した 2ARZBOX の商品ページは概要欄に貼っておきますので、気になった方は見てみてください。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた。バイバイ。メモリがデュアルだったらコスパ高いんだけどな。性能的には本当にそこだけなんだよ。改善求む。